こんにちは、速稼塾の久保です。今回はメンバーシップ情報になりますね。今回のメンバーシップ情報は、まあ、ある、ね、会員さんから送られてきた情報なんですけども、私はこういうふうに使ってますけども、他の方はどうでしょうかっていうふうな、ね、質問でした。ちょっとこれだけ言うと何か分かんないと思いますけども、 YouTube のプレミアム会員ってあるじゃないですか。あれって確かね、私も払ってるんですけども、毎月1180円かかるんですよ。でもその YouTube って世界中にあるわけじゃないですか。じゃあ世界のある特定の国では、じゃあ YouTube のね、このプレミアム会員さんが全世界一律で価格差金利差なく1180円なんですかって言ったら、そうでもないんですよ。まあ、その辺をですね、いろいろと考えてみると、その Amazon でも世界セドリってあるんですよね。竹割りっていうサイトがあって、世界の Amazon の同じ商品の価格差が出てるんですよ。ですのでそのサイトの見比べだけで利益が出ちゃうね。こっちのカメラは5万円だけども、同じカメラがこっちの国で買ったら7万円だよっていう風な差額が生まれるところに差額ビジネスが発生するわけなんですけどね。そういう風なワールドセドリがあるわけですけども、それのちょっとね、応用版っていうのかな。日本にいながらある特定の国での決済をすると、まあちょっとね、その現地通貨で決済されるということでございます。その方法をね、今度メンバーシップで、お知らせしようかと思います。まあ、情報に留めておいた方が私はいいかなと思うのは、YouTube にお世話になってますんでね、私は日本人なんで、日本に国籍持ってるんで、日本での登録をするに留めておこうかなと思うんですよね。あくまでも思いついた方がいると思いますし、実際に、まあ、その国でね、アカウントを取って、その国での金額で払ってるんだけども、日本に来た時に、あれ日本の君たちはそんな払ってるんだみたいな感じでね。だから真っ当な方法ではあるんですよ。ただ日本にいながら海外のアカウントを取るっていうのは、まあ、あんまり YouTube さんにとってはいいことじゃないかなと思いますし、私は今1180円払っていても、もっともっと払ってもいいぐらいに思ってますんでね、特に不満ないんで、この方法を知っていてもやらないですけどね。じゃあメンバーシップで YouTube のプレミアム会員さん、なんとですね、1180円のプレミアム会員さん、ある国での登録をすると200円で済むというね、そんなことがあるみたいです。だって価格差とか金利差があるんだから、これはしょうがないですよね。ということでメンバーシップでお話ししようかと思います。